はい、ちょっとちくわわさび醤油、そしてまあ例のやつなんですけどね、そして室賀のねビール、ちょっとこちらで楽しんじゃいたいと思います。お、いい泡立ちですね。色もいいし最高です。あ、本当に泡立ちがいいですね。はい、DHC ゴールデンマイスター室賀は、醸造家、読み方合ってる、だけが味わうことのできたビール本来の麦芽と酵母の旨味が味わえるピルスナータイプの室賀ビールです。クラフトビールならではの特別な味わいをゆっくりとご堪能、醸造家にしか飲めなかったビール、はい、ちょっといただこうかなと思います。あ、いいな、これ、この絵がいい。はい、ちょっとちょっとわさびね、ちょっと多めに、多め街道なんちゃって、うん、ここで室賀ビール、うん、あー、ちょっと普段飲んでるビールとはね、ちょっとまたちょっと違う、ちょっと美味しいビールとはね、またちょっとレベルが違うっつうかね。泡もそうだし、味わいも。うん。ピルスナービールってね、なんだろう、飲んでる感じが心地いいんですよね。そういうビールなんですよ。ああ、これはうまい。はい、というわけでもやしニララーメンの完成ですね。うん、超適当肉野菜炒めと、はい、こちら今回金麦でいきたいと思います。夜勤明けのこの一杯が、この一杯が、わ、はい、夜勤明けの寝落ち後に、気分の肉まんはいかがでしょうか。よし、はい、出来たての肉まんですね。熱々をね、一個一個食べたいためにね、ちょっと3個ね、温めたんですけど、ちょっと1個ずつ取り出して、楽しみたいと思います。こちら、何？ニーハオハイボール。町中華で見かけた、紹興酒入りのハイボールですね。ちょっと珍しいんで、これをいただこうかなと思います。じゃあ、ちょっとね。どんなもんか、いきますよ。
ご会長、あっつこんな感じです。ああもう一つ、やっぱねレンチンよりも炊飯器でね、あの蒸し器でじっくりね、あの温めた方が絶対美味しい肉まんは。あんめ、うん。でこちらニーハオハイボール、うん。あやっぱ紹興酒の香りというか、うん、味わいがすごくします。何これ、アルコール分 5%、 まあ健康的な感じの缶中杯ですね。うん、これはまたやっぱ中華料理に合うんじゃないですか。特にこの肉まんとかね、うん、あ肉まんうめえ。はい、ちょっとね火を止めて、こちらもいい感じに仕上がってます。はい、というわけですね、金宮のホッピーとねこちらの素晴らしい組み合わせ、まずはぼんじりからねいってみたいと思います。うん、うん、ぼんじりはうめえ。そして今日は夜勤明けの一杯ということでお楽しみ、こちらシャルベッセン3分間のねあの黄金茹でです。うん、うめえ。はい、待ちに待った、晩酌ですね。こちら、スルメイカの刺身、ちょっと初めてだと思います。イカ刺しっていうのは普通のやつね、あの食べたことあるんですけど、スルメイカの刺身初めて。こちら地魚の作り、鮮やかですね。でこちら初めて飲みます、グランドホップ、グランドホップっていうあのビールですね。でちょっとチェイサーに、こちらちょっとかっこいい、これがかっこいいんですけど、日本人の忘れ物っていうやつ、こちらまず冷やでね飲んで、あとぬる燗がおすすめらしいんです。締めはぬる燗でいきたいと思います、はい、さてこのプシュッとしたね、この燗のプシュッ、このねちょっとあの瞬間がたまんないですね。さあ晩酌開始だぞっていうね合図です。お、ちょっと泡立ちがちょっといまいちかな、不足しちゃったけど、とりあえず、スルメイカ、生姜おろし醤油で、うんうんうん、コリコリ、うん、なんかの普通のあのイカ刺しと全然違いますね。食感というか、なんかこの噛み応えというか、このね舌にこの滑るような感じの、なんていうの、すごいいい感じのイカ刺しです。うん、うん、うん、めスルメイカ、うん、めうん、カンパチねう
あ、二日ぶりの酒です。やっぱちょっとね、ブランコクとね、美味しいですね。毎日飲むのもいいんだけど、ちょっと休館目を置いての久々の酒はね、なんだろう、本当にうまいとしか言いようがありません。さて、日本人の忘れ物、どんな味わいなんでしょうか。ちょっと冷やで、いいな、なんだろう、丸いというか角がないというか、なんでしょう、飲みやすいとまた違う、あのうまい。うまい。はい、ちょっとね、酔ってますけど、これからね、ホイコーローを作りたいと思います。でね、今回のホイコーローはね、ぶっちゃけホイコーローのね、食材に使う野菜ね、代表的なものとして、ピーマンと、長ネギと、またキャベツなんですけどね、キャベツがね、メインと言っても過言ではないんでしょうけど、今回ね、キャベツ抜きで、ナス、私ね、こう見えたのはナスが大好物なんでね、ナスが大好きなんで、キャベツの代わりに、ナスをね、用いてね、ナスメインのホイコロをね、ちょっと作りたいと思います。もちろん、クックドゥのね、ホイコロの魔法のね、このレシピを使うわけなんですけど、しかもね、ホイコロはね、基本、豚バラ肉を使うらしいんですけどね、豚肉ね。今回ちょっと、牛肉を使っちゃいます。こちら、ちょっと贅沢に、トモ三角というね、部位の、牛肉をね、使いたいなと思います。ちょっと酔ってます。はい、相変わらず台所ね、ちょっと厨房汚いですけど、飯はうまいと思います。はい、ちゃんと作ってます。はいはい、というわけで、ナスたっぷりキャベツを追い出した、ナスメインのホイコロですね。牛肉です、トモ三角。ちょっとこれいいお肉なんですけどね、いい肉だ。濃いめのホイコーローですね、これは。ね、ニンニクの芽を使ってます。あー、最高。米も食いて欲張りです。はい、今川焼きを温めました。温めておめでとうございます。はい、こちらになります。はい、ぶっちゃけこち亀でね、やってたの人形焼きっていうのを食べてみたいんですけど、今回は今川焼きで、トースターでね、ちょっと温めました。こんな感じ。はい、というわけで最後の一本ですね。シーズン的にこの秋味はね、もう出回ることはもうないでしょうね。今ね、冬物語が出回ってますからね。よし、ちょっとこんな感じでいきたいと思います。まずはね、こちらなんと、自作のタルタルソースなんですけどね、市販のタルタルソースってぶっちゃけそんなに美味しくないんで、ぶっちゃけね、自作で作った方が、自分で作った方が絶対にうまい。
で、まずはベルクさんの惣菜のイカフレアですね。こちらをうまっ。あのイカフライは醤油のねソースもいいんですけど、やっぱタルタルソースですね。